今月のフレッシュマンは阿蘇市内巻にあります、熊本銀行阿蘇支店にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。ではまずお名前と年齢を教えてください。はい、金森和樹と言います。28歳です。はい、こちらの支店にお勤めになってもうどれぐらいが経つんですか？そうですね、今1年と3ヶ月が経ちます。金森さん、普段はどんなお仕事をされてるんですか？はい、会社様ですとか個人様のですね、お宅を訪問して、営業の方をさせていただいてます。お仕事の中で、嬉しかったこととかやりがいを感じることってどんな時ですか？そうですね、いろいろお金の話になるんですけども、私がご提案したような内容で、喜んでもらった時がすごいやりがいがあるかなと思ってます。はい、ではちょっと個人的なことも伺いたいと思いますが、現在28歳、はい、結婚願望とかは？最近出てきましたね。はい、どんな女性がタイプですか？そうですね、やっぱり穏やかな方とかが、いいのかなと思ってますね。阿蘇にじゃあ来られて、1年以上が経つんですが、阿蘇で女性とデートするならどんなところに行きたいですか？どこですかね、阿蘇で。大観望とかで馬に乗ったりとかですか？そういう感じかなと思いますけど。阿蘇の美味しいものとか食べられてます？そうですね、何回か行かせてもらいました。今金食堂さんとか行ったんですけど、美味しかったです。赤牛丼。赤牛丼ですね。やっぱり人気ですよね、並んでですね。では最後にあちらのカメラに向かってお勤めの熊本銀行阿蘇支店の PR をお願いします。当店はですね、行員と、スタッフ皆さんですね、すごい明るくて個性的なメンバーが揃ってますんで、4月末までなんですけれども、こういった形で、新生活スタートキャンペーンということで、フレッシュマンの方ですね、うちで、お講座とか作っていただくと、プレゼントとかお渡ししてますんでですね、ぜひぜひ使ってもらえればと思いますんで、お気軽にですねお立ち寄りいただいて、ご相談いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。今月のフレッシュマンは熊本銀行阿蘇支店にお勤めの金森さん、ご紹介いたしました。では最後にですね、金森さん、右手で目元ピースでフレッシュマンのポーズでいいですか？はい、そうです。いいですね。では参ります。せーの、フレッシュマン、さよなら。